はい、じゃあ今日は今日も脱獄ごっこをやっていきます。これね、なんか勝手にキャラが変わってる。なんでだろうね。そういうものなのか、多分。そう、スタートでいいのかな。人狼語をやりたくて今日は立候補してみます。やったことないんですよね、人狼まだ。大丈夫かな、多分合ってる。あ、市民じゃん。結局市民だわ。まあいいや。あ、なんか、これ勝手に変わるのかな、スキンっていうのかな、キャラの見た目。あ、なんか見て、ラケット持ってる。あ、危ない危ない、怖い怖い怖い。もうラケットで叩いたりもできるんだね。とりあえずいつも通り開けていきましょうね。誰に倒された？テレビ言ってるね。あの金髪かな？あ、違うね。ん？さざみが？ん？あ？あ？待って。ちょっとよくわかんない。何があったかな、違うのかな、もしかしてこの上のソロのやつ押してみる。あ、違うね、これ。あ、これは友達と遊ぶ用かな。ね、デュオ。あ、これでスタートすればいいのか。そしたら人狼二人ってことだよね、多分。やってみようか。ほら、じゃない、多分違う。だよね多分。人狼二人と市民が6人。違うかな。あ、市民だ。あれ。あれ、あ、なんかでもステージが違うね。ちょっと広いのかな。いや、いつもみたいに2階に行きたいんだけどな。ちょっと誰もいないところに行きたい。誰もいないところに行きたい。あー、3秒で始まっちゃう。どうしよう。誰もいないところ。あ、落ちた。この中入ろうか。宝箱。とりあえず、スイッチを探していきたい。ポップコーンさん疑われてる？怪しいんかな。ん？開かないんだけど。スイッチの数も増えてるんだね、やっぱり。みんな戦ってるんだけど、私はそう争わずに、とりあえず宝箱を開けていく。人狼さんは2人とも、あった、人狼同士って分かってるかな。あ、警部行ってるね。もしかしてこの金髪の人人狼。誰が人狼なのか分かんない。あ、もういいや、スイッチ押そう。誰が人狼なのか。あ、でもヘルプって言ってるね。あ、ペポポ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 ポさん、ん、開いてるね、開いてるね。あ、ここ開いてないね。ジャンプってそれ。あ、あ、この中もどっかでヘルプって言ってるんだけど、どこなんだろう。ポップコーンさん、私のこと殴ろうとしてるよ。ね、ね、ね。絶対人狼だよね。やめて。どうしよう。どうしようか。出られないかな、こっから。は？は？は？ん？これは、これで私も、多分、疑ってるってことだよね。ポップコーンさんのとこ押してみたんだけど。
って言ってる人を助けに行こうか。あそこに、あ、ええどういう状況、え牢屋に閉じ込められてるのかな。誰が人狼？どうしたらいいのかな。これみんな市民なん？誰が市民なんかわからん。だってそれなんか人狼がいるかもしれないじゃん。違うんかな。ないからもう回復させんとこう。わかんない、市民みんな市民だったのかな。どうしよう、宝箱探そう。宝箱探す。誰が敵か分かる？赤い字の人が敵なんかな、もしかして。待って違うのボタンも違えた。痛い。ありがとう。いやでも速攻死ぬやんこれ。で結局人狼は誰だったの？孫悟空さんかな。孫悟空っていう名前だって。この人はあ、怖い死ぬよ。私ワンパンで死ぬよ。これどうやって上に上がればいいかな。あ、これでもしかして人狼は全員倒れたってことになるのかな。ポップコーンさんリタイアしてたもんね。どうなんだろう。ちょっと待って。あ、やっぱ人狼だったんだ。おや、おや、今どういう状況になってる。上行けばいい。人狼があと一人いる。え、ポップコーンさんじゃなかったのかな、もしかして。まだ人狼がいるのかな。もし何回か死んじゃダメとかあるのかな。でもあそこに誰かいるんだけど怖い。あれ、あそこの宝箱開いてるよね。どこだと思う。あっち側の方かな、真ん中らへんのね。制限時間があと2分しかないね。これジャンプできると思う。もし落ちたら死にそう。できた。北の門から脱出しろって言ってるね。北ってどこ？ここかな。どこやろ。あ、ここだ。おお、すごい。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や Twitter フォローなどしていただけると喜びます。またのご視聴よろしくお願いします。またねー。